岳は山梨県にある山です。春に甲府盆地から西側を望むと真っ白に冠雪した3つの山、白根三山が見られますが、その一番北側に位置するので北岳と呼ばれるようになりました。今回は北岳草をはじめとする初夏の花々を求めて甲府駅より入山します。登山口は路線バス終点広川原です。少し登った文京を右にたどると白根御池小屋、翌日は急な草滑りの登山道を経て北岳片野小屋へ入ります。片野小屋よりは山頂を経てのんびり藍の岳手前の中白根山へ、帰りは北岳層群生地のトラバース道より山頂を経て戻ります。下山は二股から大寒笠を経由して下ります。はい、こんにちは。今日は6月25日土曜日、甲府から今路線バスで広川原まで来たところです。いよいよ今日から北岳登山始まります。じゃあこれから参ります。こちら広川原山荘さんです。ではここからビデオ撮りながら、だから4時間半、まあのんびりと今日は白根御池の小屋へ入ろうと思います。では参ります。白根御池と大寒笠は登る登山道との分岐ですね。ここから白根御池の小屋まで約3時間と書いてあります。さあここから急登です。このような急なはしご状というか階段があります。いや結構この尾根はきついです。かわいい木曽千鳥です。双葉蘭です。いやきつかった。急登約2時間、あとは白根御池のトラバース始まるところです。あここからはあとはのんびりとビデオ撮りながらでも 4、50分、辻山から薬師観音と大三山が見えてきました。あ、着いた着いた、白根御池の小屋たどり着きました。はい、白根御池の小屋到着。こんにちは。あ、雨降ってきちゃった。はい、こんにちは、お世話になります。はい、おはようございます。今日は6月26日今朝の6時です。昨日お世話になった白根御池小屋今出るところです。今日はあいにくそんなにいい天気じゃないですね。北岳山頂の方は分厚い雲に阻まれてます。何にも見えません。まあ天候が良くなるみたいですから期待して参りたいと思います。じゃあ参ります。はい、白根御池ですね、今ここはね。こちら行くと二股八本場のコルの方ですね。今日はこちら片野小屋向かいます。はい、今沢入ったところですが、今年は雪が少ない。もう全然これしかないもんな。まあその分歩きやすいです。
おー、大寒場沢の石景がたっぷり残ってる。綺麗だな。阿峰三山が綺麗。あ、少し青空も出てきました。白山千鳥、信濃金梅、ここはたくさん高山植物が咲いています。あー、着いた着いた。はい、ここが大寒場沢、二俣から、そして草滑りからの合流点ですね。さあ、あと15分20分で稜線。そうすると風強くなりそうだな。この辺からガスリ出してきました。さあ、稜線もう少しです。はい、小太郎山分岐。さあ、肩の声、あと30分頑張ります。はい、北岳肩の小屋到着しました。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。どうも、去年ぶりです。どうも。おはようございます。今日は6月27日、
朝の6時20分。今日はとってもいい天気です。素晴らしい天気。これから北岳、そして藍の岳を往復してですね、今日は一日のんびりとこの北岳山頂あたり楽しみたいと思います。じゃあ出発します。はい、今片野小屋の裏山のピークまで今登ってきました。ここが龍馬小屋からの分岐合流点ですね。ここまで来て今日初めて南アルプス南部潮見が見えてきました。あー天気が良くて気持ちいいな。本邦第二の候補北岳の山頂到着しました。おー南アルプス、あ南部の方も見えてきた。今日初めて見えたな。あ富士山も綺麗だ。おー最高。山頂にはお地蔵様が鎮座しておりました。小安地蔵、身代わり地蔵、道祖神など他のたくさんのお地蔵様同様に北岳への登山者の安全を祈ってくださっています。はい、ではここ北岳山頂からいよいよ藍の岳向けて歩き出します。じゃあ参ります。山頂より少し下ったところはたくさんの花々の咲くお花畑です。北岳からだいぶ降りてきました。今9時ちょうど。もう早いもんです。もう藍の岳雲かかってきました。今中白根への登りなんですが、もうガスがわんわん湧いてきました。北岳山荘が霞んできましたね。なんとかね、北岳山頂はまだ見えてますが、中白根3000飛び55到着しました。ああよかった、雲かかってない。藍の岳も見えるようになった。北岳相変わらずすごいな。谷の雲は恵那山からですね、コスモ、宝剣がちょっと見えてます。北アルプスガスっちゃったな。戦場が竹綺麗です。ああカイクマもガスってきちゃったな。ノコギリだけが見えてます。そして北岳です。東側から雲が黙々と湧いてます。南アルプスの女王と言われている戦場が竹です。
ほど中白根まで行きましたけど、どうも時間見たらですね、愛の竹まで無理だなと、そう判断しましたので、中白根から帰っていきました。ここは八本馬のコルと稜線の分岐です。八本馬のコルの方のトラバス道ですね、これを通って、頂上経由して小屋戻りたいと思います。特徴あるこの葉の持ち主は北岳草です。これから咲こうとするつぼみもありました。つぼみはこのような小豆色をしています。はい、ここ八本馬のコルとそれから北岳山荘行くところの分岐ですね。最後の30分一頑張りです。はい、北岳山頂4時10分前誰もいない。それでは肩の声を向けて出発します。はい、帰ってきました。はい、北岳肩の声到着。はい、ただいま。はい、はい、今日は最高の山だった。今日はね、今シーズン一番ね。肩の小屋さん、お世話になりましたが、今日で下山です。はい、今日はこのような天気になってしまいました。広から目指して雨の中歩き出します。はい、ここは白根本池草滑りとそれから二股の登山道の合流点です。来る時は草滑りから来ましたけれども、今日は二股を経由して下ろうと思ってます。ようやく二股到着しました。雨は全然止みません。まあ、雲の下に出たせいか少し視界は開けるようになりました。あと2時間から2時間半のんびりですね。はい、白根大池との分岐到着しました。初日はこっちを登っていったんですが、あとは広川原まで15分から20分です。はい、広川原到着しました。今回の参考は最終日こそこのように雨降られてしまいちょっと残念ですが、北岳草にも出会いました。その他何十種類でしょうね。たくさんの花々に出会いました。楽しい楽しい北岳の4日間の山旅でした。